グレートネイチャー。今回は大草原が広がるモンゴル北西部の大地。ここは年間降水量が130ミリほどの乾燥の地。そこに豊かな草原を育む恵みの川があるといいます。遊牧の大地から200キロ北西へ。ワイトリバー。あ、本当だ。すごい白い白い。これは不思議。川の水が真っ白です。ザガン川、モンゴル語で白い川を意味します。それにしてもこの水、なぜこんなにも白いのでしょう。作ってみましょうか。なんか乳酸菌の飲み物の井戸みたいです。인사간거든친어떤효소를틀때로가무스트고치대무스트틀때로허일거든무스트바가아틀무스트고스가다스타인사간거든어디서지白い川の源は標高4000メートル級のアルタイ山脈。アルタイ山脈の斜面にはいくつもの氷河が並びます。その下で白い水の元が作られているといいます。氷河は山から麓へゆっくりと動いています。氷河の下ではその動きに巻き込まれた石と岩盤が強く擦れ合います。すると石が砕けすりつぶされて、やがて細かい粒子になります。さあ、インギ、ハイド、ちょどのおてんが、マシオドンヒングツオトハードンドインが、ウルツチャガン。ああ、こすれる。でかいんでしょ、で、インああ、確かに白くなりますね。こうした粒子が氷河から溶けた水に混ざり流れ出します。そしてこの白い粒子こそが乾燥の大地に草原を育みます。粒子は主に花崗岩が削られたもの。花崗岩の粒子にはカルシウム、ナトリウム、そして植物の光合成に必須のカリウムが含まれています。モンゴル北西部にはザガン川をはじめ、氷河を源とする川が網の目のように走っています。雪解け水の水量が増えると川の周辺に白い水があふれ、乾燥の大地に恵みをもたらすのです。その草原の恵みを得るのは遊牧民たち。さあ、ほすなじゅぜはんのがうすたがつるちこうさざいのおすれとよおすねふんおすねよんじゅるぶぬぐだてんぎくぬぐすさがわた차가찬허파흔야마흔야마아토온大地を潤す白きザガン川。はるか彼方の氷河から流れ込む白い川が乾きの大地の命と暮らしを支えていました。